カップルで見るのは絶対にダメです。どうもミンタメです。ミンタメです。まあ久々にですね、深夜さん、私まあ映画の話も、はい、結構ねさせてもらってるんで、はい、この夏のですね、はい、もうトラウマ映画を一本ちょっと見てきましたので、はい、ご紹介させていただこうかなと思います、はい、なんかホラー映画語るみたいな電車やけど、はい、トラウマになりますちょっとネタバレが多分、はい、まあ僕なりに言いますけども、ネタバレというか見ていただいた方が本当に早いので、うん、まあまあちょっとネタバレは入るかなとは思いますけども、テンション入るんで、はい、入るけども、うん、そんなもう見た時の衝撃の方がやばいんで、あ、そうか、知って行ったとしても、行ったと行ったとて、うん、もう何段も超えてくる、なるほどな。もうやばいのでですね、ちょっと一本紹介させていただこうかなと思います、はいはいはい、タイトルがですね、はい、女神の継承、女神の継承というこの映画なんですけど、ですね、これがね、タイの映画なんですよ。タイ、またちょっと僕もね、そういう映画好きなんで、タイで撮られた映画なんですけども、はいはい、これの原案というか、制作してんのがですね、ナホンジン監督っていうのが、韓国人なんですけども、ナホンジンという人がいまして、最近韓国人ブイブイ言わしてるな、ブイブイ言わしてるんで、ほんで僕韓国映画めちゃくちゃ好きなんで、でパラサイトとかですね、知ってるあれのポン・ジュノっていう監督がいまして、で僕は昔からです、昔からなんですけど、ポン・ジュノ監督とそのナホンジンっていう監督がいるんですよ、ナホンジン監督が僕の韓国映画史上の中で3本に入るぐらいの、まあ監督としてはもうこの2強なんですけど、僕の中で、でその韓国映画内に、3本に入るトラウマ映画っていうのがありまして昔見た時俺ゲロ吐くかなと思ったんですけどごめんなさいね、汚い表現ですけど、チェイサーという映画がありまして、それでもうナホンジンっていう監督がですね、知名度をバーン上げたんですよ。それがですね、なぜかというとですね、このチェイサーっていうのがですね、っていうよりですね、もう救いがないんですよ、この人の作品というのは。救いがないというのはですね、もう絶望しかないです。だからあかんやろ、やったあかんやろっていうことを全部やってくれる、わかる。だからまあね、なんかで俺触れたかもしらんけど、日本の映画っていうのはですね、やっぱり、犯人がいまして、はい、まあ殺人事件がありますと、で犯人がいて、でまあ例えば女性がですね囚われてると、その犯人に、ほんでその警察がその犯人の場所を特定したと、よしやばいっつって、であそこに女の人が囚われているっつって、行けっつってグイーンって向かって、でギリギリのところで、おいお前手を挙げろみたいなんでギリギリ間に合って、で犯人ごめんみたいな、ほんでよかったねハッピーエンドってあるじゃないですか、ナホンジンは違います。見つけました、ほんで女の人が囚われてます、はい、よし警察行こうっつってブワーって行く、もうちょいでもう着くね、もう着くぞ着くぞっていう時にその犯人ぶち殺すんですよ女の人をぶち殺すんですよ、バカ、ほんでうーわ終わったーみたいな、はい、最悪みたいな、もう最悪だ終了っていう、ほんまにそれで終わらせよ、それが終わらすのがナホンジン、映画自体のこと、はい、もう最悪です、もう最悪、なやった今までみたいな、全然もう最悪やん、ほんでもうみんなこうやって終わるみたいな、警察も間に合わなかったって、その僕そのチェイサーっていうのがもう3本の指に入るぐらい大好きですけどそんなもんね、ハッピーエンドは僕もないと思ってます、だけどナホンジンやりすぎみたいな、やりすぎやってるんだよ。ほんでもう一本ありまして、うん、ごめんなさいね、ちょっと女神の継承を言う前にちょっとだけナホンジンを、どれぐらいやばいやつかって説明しようだもん、やべえやつなんで、うん、コクソンっていう映画がありまして、うん、これがね、日本のね、国村淳さんっていうまあもう名俳優がいてはるんですけど、うん、日本人で抜擢されて、うん、めちゃくちゃ怖いんですけど、これ国村淳さんが、うん、このコクソンっていうのもやりすぎっすね、やりすぎなんですけど、またね、これがね、呪われたというか、もう祈祷師というか、もうそういう霊的なものを題材にしてるんですよ、うん、コクソンがね、ほんで、悪魔がいるというか、ほんでその国村淳っていう人が、
韓国のその村に来るんですね、うん、でその日本人が来てから、この村がおかしいってなって、うん、なんだあいつはみたいなんでその日本人、国村純がすごい大事な役で、もうで最終的には、もう最悪なんですけどまあまあこれはまあ見てください、はい、国村っていう映画もまた最悪でそれに着想を得たらしいんですけど今回のその女神の継承って自分でってことうん、着想を得て、まあ、あの国村のもう続きというか、まあ、なんかちょっと記事で見ましたけども、まあ、まあそれに似たようなまたこの女神の継承っていうのも、例というか、ちょっと題材的にはそういう感じなんでまたこの夏に、まあ、ぴったりっちゃぴったりなんですけど、まあ、タイの村で、ある村で最悪なんですもうなんて言ったらいいのかなね、ずっと最悪まあ、そっからが最悪と簡単に言います、うん、全員死にますああもうねああもうねめちゃくちゃよあれナホン人やりすぎっすねめちゃくちゃおもろかったけどもうだからもうなんか急にバーンとかいう、シーンもありますしもちろんホラー要素もあるしほんであの定点カメラであのドキュメンタリー班が撮ってるんですけどもうずっととかいうもの、こういうなんか悪夢かーとかもあるし、ほんでもうあの犬食ったりとか、もうネタバレですけどなんか犬に逃げ繰り返したりとか、もうねそのミンちゃんもむちゃくちゃなんですよ。そのさ、世間的にさ、はい、もう動物虐待とかさ、なるかもしらんとかの全無視ない。最後に動物のに関しては出てきます。これはちゃんとしたあの、何か指導を得てやっておりますと。だから動物の虐待のあれ事実はございませんみたいなのはちゃんと最後出てくるんだけど、もうね最悪っす。でもちろんこれごめんなさい18禁なんで。深夜久々にね俺もう。もう言葉が出んというか隣にですね一個話して隣に、女性の方が一人で見られてたんですけどももうなんか、もう泡吹いてたからだからもうあの冒頭で言いましたけどこれねカップルとか絶対行ったらあかんよあなるほどねこれ絶対行ったらあかんやりすぎやないややりすぎやなもう全員ぶち殺すねやろなそのミンちゃん、うん、最後あ、悪魔になった方がなあもう取りつかれてせっかくの儀式が行われてやのに、儀式の、前日ぐらいにその妹がやらなあかんやんかほんで誰かと私一人じゃ手に負えんってなってほんでもう有名ななんか男の人のあのなんか祈祷師みたいな人と手組んでやろう言うてんのに前日に死ぬねんその妹、おい死ぬなよもうその子やられたらもうなすすべないもんもうなすすべないほんでいやでもそれでもいや儀式を行うと、うん、ほんでその男のやつももう最後なんか壺持ちながらああああとか言いながらガタ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 ブリーンもうむちゃくちゃいいえみたいなもう誰が救うんと思ってほんでこれどうやって終わんのって思ったらもうお母さん燃やして終わったもうねもうむちゃくちゃですよほんでもうドキュメンタリー班も全員食われたりなんかもうむちゃくちゃなって最後まあねカメラかドキュメンタリー撮っちゃうもんなあ映像とかは綺麗なんやけどもう最後もうカメラもあまあよかったで最後もううわっつってあのお母さんが燃えてるんだろうなっていうとこでしっかり終わるんですけどもうねいやもうこれ結構ごめんなさいネタバレ言っちゃったっすけど全然ちょっと喋りながら疲れてきたけどとがりまくってるねやっぱりな本人面白いなとは思うんですけどこれねまたねこの描写的にもタイ、うん、さらにタイ語で前編喋ってきたりほんでタイの音楽とかが流れるのよあれってやっぱり怖いよね自分のこれがさ日本語とかで喋られたら、うん、やっぱあんまり怖くないのよ、うん、実際ほんでまあ韓国語とかでも怖いんやろなと思うんやけど最後っていうのがまた怖くて全く未知の世界みたいな何言ってるかもわからんしほんで「まあ、やまやにゃにゃにゃあ」とか言ってもうまたそれが怖くてであいつらもこれ演技なんかわからんけどもうむちゃくちゃ怖いよいやもう演技がもうえぐいほんまに取りつかれてこれマジちゃうみたいなマジやったら放送できへんけどえげつないんですけどあれはねちょっとびっくりしましたというお話ですで、最後の最後です、うん、もうまあネタバレ言っちゃってるんで言うんですけど妹にね、うん
死ぬ前の最後のインタビューっていうので、映画の最後です、ほんまラストシーンで妹が映り込んで最後のインタビューを受けるんですけど、その妹が、私に、その女神が継承してるか未だに分かれへんねんって言うねん、その妹。ほんでふふふって泣き出すねん。どないしたねん。以上、私ですね、もうトラウマ映画なんですけども、今絶賛公開中でございます。話聞いた後見ても、全くそのシーンは想像できへんもんな。あ、もうあのね、うん、何段も超えてくるやな。何歩も凌駕していくんで、むちゃくちゃ怖いっすね。もうちょっとで痛々しい、シーンも多々ありますけども、ぜひ、こういうのが好きな方はですね、ぜひ見てみてください。そしてあのナホンジン監督がですね、説明しましたチェイサーであったりコクソンとかね、いろんな素晴らしい作品を残してますんでね、ぜひそのバックを見ていただきながら、今回の女神の継承を見に行っていただけたら、思うでしょう、やりすぎだと思うと思います。ぜひ、劇場で見ていただきたいなと思います。今回ちょっとすいません、映画久々にやってこんな内容やと思いませんでした。まあカップルでは見に行くな。そして一人もきつい、泡吹いてたしね。あでも結構でもね、あの映画館いてはったっすよ、やっぱりあの有名やし、ね、有名な監督ですしね、作品でございました。また、ちょっと映画をちょっと紹介させていただきたい。ちょっと楽しい映画をお願いします。ちょっとほんまに今のこの説明だけでも疲れた。はい、はい、では今回は、映画の話でございました。また楽しいお話で会いましょう。はい、では、はい、バイバイ。見た目。